脱毛症でウィッグ生活になりました。なるまで1年近くかかりそうです。どんなウィッグにしますか？それともウィッグせずありのまま過ごしますか？いや絶対ウィッグした方がいいと思います。なかなかないじゃないですか、ウィッグするタイミング。ただなんか周りに理解してくれる人がいるといいですよね。脱毛症なんでウィッグしてるっていうの、そしたら毎日違うウィッグとか楽しめると思いますけど。根も葉もない噂を立てる女性がいるのですが、とんでもねえな。根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい？じゃあいいだろう、もう仲良くすんなよ。体型に悩まされずに生きる方法はありますか？僕はないと思いますね。まあ、これからの社会、別に人の体型どうこうなんて言われなくなると思うんですけど、モテるモテないっていうのはどうしてもあるんですよ、その時代の流行り廃りが。その一点だけでも体型で悩むことはなくならないと思いますね。この体型がいい、この体型が悪いっていうのはないと思うんですけど、この体型の方がモテるモテないっていうのはすごい低俗な話なんで絶対になくならないと思います。ただ別にそんなに大きく気を使うような悩みはなくなっていくと思います、今後。私は高卒で働いているのですが、カズさんが思う大学卒業してよかった点は何がありますか？またもう一度行くならどの大学に行きたいですか？大学卒業してよかった点か、特にないですね。でもう一度行くなら、いやもうでももう一度行ってみたい大学はもう無限にありますね。なんとなくで行っちゃったんで。でもなんとなくで行った結果どうやらメリットがあるみたいなんで、高卒の人に相談されるんですよ。大卒良かったことありますかってことは、多分高卒の人は大卒だとここがいいっていうのを身に染みて分かってるんじゃないですかね。多分もうこの質問した時点で多分こんな答えが返ってくるだろうってこの方は思ったと思うんで、それが大卒の良かった点だと思います。仕事をする上で大事なのは給料の高さ、職場環境、人間関係、両方ともトレードオフの関係にあるので、どっちも大事ってことなんじゃないですかね。この職場環境でこのお金だったら満足できるとか、そうじゃないですか。職場環境完璧、給料スズメの涙で、あんま満足する人はいないと思うので、で給料バカほど高い、でも職場環境激悪でもやっぱ辞める人は辞めるじゃないですか。どこまでそれぞれ妥協できるかってことだと思います。でも給料の高さの方がどっちかというと重要かなと思いますね。残念ながら往々にして給料高いところの職場環境って良かったりするので、まず給料っていうのを重要視してみてください。ほぼ初見です。最近カズレーザーの動画を見始めました。人生相談ということで一つ話そうと思います。一つ話そうと思います。すごい、何話し家の方。じゃあ一つ話そうと思いますって今何上着脱いだのかな。私はよく人から達観していると言われます。意識してやっていることではないのですが、何がどうてそうなるのか分かり、何がどうてそうなるのか分かりません。プラスとして捉えるかマイナスとして捉えるか、どちらがいいんでしょうか。プラスに捉えてください。そしてまた別のところで一つ話してください。質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか。いや個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いって人とか、もっと発展的なものを学びたいって人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっとインスタの方のコメントいっぱいいただいてます。やっぱ親御さんとかの質問が多いですね。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら、本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。例えば進路や就職などさまざまな岐路で迷った時、何を大切にして進む道を決めていますか。自分が迷った時、迷うなら選択しない方が僕はいいと思いますね。やらない後悔よりやって後悔っていう論がどうしても世の中あるんですけど、やらない現状維持も全然選択肢としてあるので、やって後悔はそんなに実はいい選択肢じゃなくて、やって成功が一番大事なんですよ。でも成功しないんだったらどっちも後悔という形では同じなんで、別の選択肢がすぐ見える分やらない方が俺はいいと思います。大学時代にこれやっとけばよかった、これやっといてよかったと思うことはありますか。やっといてよかったって思うことは今はあんまないかな。
あでも、うん、そうですね、あの汚い部屋で暮らすっていうのは自分の経済的な生活環境をね上昇させたくなる、上昇させたいっていう気持ちを削ぐっていう意味では、まあ、やっといてよかったかもしれないですね。やっとけばよかったは、別の大学に入ればよかったと思いますね。クラスに話す相手がほぼいません。孤独を紛らわす方法はありますか？話しかけたらいいと思います。孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね。話してる間って事務的な話、例えばあの引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなか繋がらないんですよ。で今繋がりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけど、あれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよね。イライラはしますけど、もう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので、話す相手がいないのが問題なんです。話しかけてみてください。意外と話してくれるんで。ほぼいないってことは意外といるんですもんね。全く話せないわけじゃないですもんね、この方は。多分話しかけてみたらなんとかなります。中3受験生です。面白歴史暗記法みたいなのがあったらお願いします。おーすごいね。今もたまに動画上げてる、昔学校へ行こうとかに出てた高慶応さんっていう、あのラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらと言う人がいるんですけど、下手だなって思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで、そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんですよ、うん、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごすぎるとあの入ってこないんですよ。あの技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそないやつを探すのがいいと思います。まあ、高慶応さん最近すげえ上手いんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃の方がやっぱり、ね、面白かったですね。高卒なんですが、もともと夢がなく特にやりたいこともないまま就職し、何気ない毎日で今をだらだら過ごしています。やっぱり一度きりの人生、何か目標を掲げて生きていった方がいいのでしょうか。いや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 、一度きりの人生なんだからだらだらした方が俺はいいと思います。2回3回あるんだったらね、今回リスク取って頑張ってもいいけど、1回しかないんだからもう平平ボンボンと食っちゃね食っちゃねしたいですね。だらっとしたいですね。来世があるなら今回頑張る気になりますけど、ない可能性の方が高いんでダラダラしたいですけどね。いつかクイズプレイヤーとして強くなって、私と勝負することを宣言します。はい、なるほど。そうですか。いや宣言されてももっと強い人を目指した方がいいと思いますよ。競技クイズは競技クイズの、ね、強い人がもっと強い人山ほどいるし、映像を見て答えるクイズは多分僕相当強い方だと思いますけど、でももっと強い人は多分いると思うし、東大王的な形式だったら東大王の人の方が強いと思うし、クイズプレイヤーって言ってもね、どのジャンルかによると思いますよ。もっと上目指してください。そうね、なんかめちゃめちゃ強い人になってほしいですね。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか？恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品ってのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか？二次元の世界みんな好きですね。今のね、思考パターンとか脳みそが三次元の中で成立してるんで、二次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。今まで人を見下したことはありますか？めっちゃあります。みんなあるでしょ、そりゃ。いや、めっちゃあるでしょ、そりゃ。ない人いるのかな。います。路上で寝てる人とか、ベロベロになって寝てる人とか、やっぱね、俺も自分がそういうことしてたから分かりますけど、あれをやる必然性とかって何もないし、あれで誰かが幸せになることもないですよね。自分だけが幸せなだけで、自分がそうやって迷惑かけてたの覚えてるから、今でもそれをやってる人やっぱ見下しちゃいますもんね。何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません。怒るわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません。完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですか？トライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してます。だからトライアンドエラーっていうのができるんですね。完璧思考っていうのはつまりトライアンド成功、挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですね。そんな人はいないです。失敗しても平気な状況をまず作るべきですね。そしたら、怖さとかじゃないんで。
下半身麻痺のため車椅子で生活しています。へえ。外出時などに周りの目がとても気になるんですが、気にしない方法などありますか？しばらくはリハビリとかしても、まあ、非生活が続くのであれば気にしないっていうのをどうですかね。車椅子以上に目立つパートをどっかに作るとかなんですかね。そうするとそっちの方が気になって周りの目にあんま意識いかなくなりますね。まあ、俺もちょっと周りの目を気にしたことないんでちょっと分かんないですね。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです。どうしたらいいでしょうか？解約しなさい。2023年大学受験の高3です。ああ、そうですか。頑張ってください。ストレスや不安に落ち着きされそうになった時どのように乗り越えてきましたか？あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つってのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのがすっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、悩むくらいならいつもでも多く問題解いてください。で、合格してください。頑張ってください。春から一人暮らしも始めたのですが、部屋の掃除が苦手です。こめに片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか？面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまでなんかもう汚ねゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。でもうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。明日は晴れますか？晴れてる場所はあると思いますよ。地球ってことですもんね。多分どっか晴れてますよ。大学を休学することについてどう思いますか？したらいいんじゃないですか。来年から大学院に進学するのが確定しちゃってるんですが、今現在卒論に対してかなりモチベーションが低下しメンタルも崩壊しかけています。自分としては学部卒はしておきたいと考えているため今年はどうなってでも卒論を頑張ろうと思うんですが、来年以降やっていけるかわからないです。やっていけなくなったら大学院休んだらどうですか？卒論はとりあえずもう書くって決めてるんですもんね。それでどうですかね。仕事がかったるいです。わかる。私しかできない業務があり気になること、その業務の人材育成について上司に相談しても丸投げで取り合ってくれません。仕事は好きだし人間関係もいいですが、プライベートの時間がなくなり仕事的に頼れる人がいないという点でこのまま違和感を持ちながら仕事を続けてもいいものかと悩んでいます。この方しかできない業務があるんだったらもっと横柄な態度に出た方がいいんじゃないでしょうか。上司に相談しても丸投げ取り合ってくれませんだからサボったらいいんじゃないですかね。そしたら困るのは上司と下の周りの人なので、もっとマウント取れまくって優位に動いた方がいいと思います。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか？本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで全然勉強してなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、今もし受験生高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんでね、しんどいと思うんですけど頑張って体力の続く限り勉強してください。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部あるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったらやっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。うわ、最悪ですね。彼氏がゴムをつけてくれません。今まで妊娠させたことないから大丈夫とか低い確率を怖がっていて、これだから女は論理的じゃないから嫌だとかいろいろ言われて毎回丸め込まれてしまいます。こんな時どうしたらいいでしょうか？そうですね、どうしたらいいか別れるのが一番いいと思います。なんで付き合ってんのそんな人と。絶対別れた方がいいと思いますよ。いや、それでも本当に暴力的なことされてるとかだったらもちろんすぐに訴えてください。そうじゃないならすぐ別れてください。最近涙もろく今日は数学が解けなくて悔しくて泣いてしまいました。対処を教えてください。
数学が解けなくて悔しいってことは数学そんな得意じゃねえんじゃないかな。数学すげえ強かった学生時代の友人とかって別に解けなくてもなんか楽しそうだったので、多分今そんな楽しく数学やってないと思うんで、それは歯食いしばって必要な点数、多分まあ数学っていう書き方してるんで実利的なものじゃない、多分社会人じゃないと思うので、社会人だったらもっと細かいジャンルで解けなくて悩むと思うので、受験とか学生さんじゃないかなと思うので、必要な点数になるまでは頑張って解いてください。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんも、レーザーさんですね、レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜君だけなんですけども、聖夜君なのかなこれ、レーザーさん、あの僕別に収集癖ないです。あのまあ衝動買いとかするんですけど、あの収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るからなんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつだったら誰でもできる、趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたらあんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。集め、まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わわ言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや、好きな手が集めてくださいね、実家を抵当に入れてでも集めましょう。子供が一人います。私の身体的な理由もあり、二人目は難しいです。周りから一人っ子はかわいそう、わがままに育て二人目は作らないと、とやったら言われます。そう思いますか。また上記のようなことを言われても気に病まない方法を教えてください。一人っ子で十分じゃない、二人育てるの大変でしょ。どんなやつなの周り、一人っ子はかわいそうとか今時言うやつ。気にしなくていいんじゃない、気に病まない方法。その子と遊んでたら気にしなくなるでしょう。現在高3です。一旦受験落ち着きました。状況によって変わると思うのですが、勝って得るものと負けて得るもの、総合的にどちらが大きいと思いますか。勝って得たものっていうのは実際の利益、実利で、負けて得たものっていうのは慰めの言葉とか、言い訳とか負け惜しみだと思います。負けて得ているものはないです。基本的には勝つために人間は目標を持って生きてます。負けた時に何か得たなっていうのは場合によっては、何言ってんだこいつって思われますけど、勝って得たものっていうのは大概の場合なるほどってみんな納得してくれるので、勝った方が、勝たないと何も得られません。カズレーザーさんにとってプロフェッショナルとは、結局妥協できる人じゃないですか。もう皆さんそうおっしゃると思うんですけど、期限が決まってることで結果を出せる、でここは残念ながら達成できませんでしたっていうオミットする点をより上手に見つける人がプロフェッショナルなんです。よく言いますけど、やっぱアマチュアはね100点を目指す権利がありますけど、プロフェッショナルは納期までにどれだけ高い点数を作るかみたいなことですもんね。そういう意味で僕は全然プロ感覚はないです。一緒にいるとしんどいから距離を置くと、逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人が迷惑を受けてるのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるのかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日持ち運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越す他に解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえんじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越す他に解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと覚えるんじゃないかな。
窓そんなに開けないですか？俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方法は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修でね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、まあ、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っ掛けクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないですよ。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってるんだから。個性という言葉は大事にする必要があると思いますか？まあ日本語は大事にしてほしいですけども、大事にする必要、それなりに大事なんじゃないですかね。でも一番大事な言葉ではないかな。もっと、合法とかの方が全然大事な言葉ではありますね。まあ社会で生きる上ではトップクラスに大事な言葉はそっちかな。それよりは圧倒的に下ですね、個性。そんなに気にしなくてもいいと思います。数年前、主人が電車の中でカズレーザーさんを見かけたそうです。いつもの真っ赤なスタイルで大変目立っていたのに、誰も声をかけないシュールでような光景だったようです。そんなに目立つのに電車に乗ることは多いのでしょうか？やはり声をかけたら迷惑でしょうか？別に迷惑でも何でもないです。でも別にそんなに愛想よくもないですよ。知らない人に声かけられたらみんな知らない人だと思うじゃないですか。僕も思うんですよ、そういうふうに。こっちは知らない人として扱うので、はい。だからそんなに愛想は多分よく見えないと思います。15歳の娘がいるのですが、甘えん坊なのか愛情不足なのか、ハグを頻繁に求められるのですが、15歳ともなると大きくてかなり抵抗があります。どうしたらいいでしょうか？娘さんなんだからハグしてあげてよ。いいじゃないですか。肌から見ても幸せなのでどんどんハグしてあげてください。異性を外見でしか好きになれません。いいんじゃないですかね。内面と外見でその 50% が基本的に外見なんで、50% を好きになれればまあいいと思います。気分を上げる方法を教えてください。鼻歌何曲ぐらい歌えますかね。鼻歌で歌える曲って多分自分にすごいフィットしてると思うんですよ。なんとなく覚えてるから。で、別に大声出さなくてもなんとなく気分が上がるものです。そういう曲だけ聴き続けるのがいいと思います。別に 2,3 曲でいいと思います。もう今すでに自分にフィットしてる曲を一生聴き続けた方が多分幸せだと思う。人生一度しかないならできるだけダラダラ過ごしたいという言葉とは裏腹に、あ、これ俺の言葉なんですね。物事への捉え方、考え方は一切ダラダラしてない。むしろ人より真剣に考えているように感じております。ダラダラ過ごしたいために何事にも真剣に考えて判断しているのでしょうか？そう捉えていただいて構いません。すごくダラダラしてます。別に真剣に捉えてないですよ。合計200点のテストで110点を取っている人でも、今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか？もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれませんね。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。自分のやってしまったことや言ってしまったことで今でも後悔したり思い出すと自分が嫌になるようなことはありますか？あんまないですね。8年ほど前に友達に冗談で言ってしまった失言をふっと最近思い出して、ずっと頭から離れません。ずっと暗い気持ちのままで心にしこりがある感じがしてしまいます。8年前に言ったことで友達が本当に怒ってたら、多分あなたともうそんなに付き合いたくないと思うはずなんですよ。今でも接点があるとしたら、めっちゃ向こうが我慢してるけど、あなたと付き合うことによって何らかのメリットがあるから付き合ってる。だとしたら、あ、私は人を傷つけても付き合ってくれるぐらいメリットがある人間なんだと誇りに思ってもいいんじゃないでしょうか。そうじゃないとしたら何とも思ってないんじゃないかなと思います。だから忘れるのは難しいと思うんですけど、気にしないでください。通信制高校に通っている2年生です。へ、学校では中学レベルの授業が多く、基本自分でずっと映像授業や参考書、問題集を活用して受験科目だけ勉強しています。おですが、現代文の問題を解く際や小論文のための他の科目の授業を大事にしろと映像授業の先生がおっしゃっていました。そこでもう少し自分に教養が必要だと感じたのですが、幅広く教養をつけていくためには他の科目の勉強もある程度しておいた方がいいのでしょうか？勉強だけで
得られる教養っていうのは勉強した同士のなんかあるあるみたいなもんなんですよ。同じ勉強してきて同じ程度のなんかものを知ってるからそれを共有できる、それを勝手に教養って思ってることが多いです。多分今大学に行くのが今のところの一番大きな目標になってるんですよね。まあ、本当はもっと先の目標があるといいんですけど、まあ、それを作るっていうのは難しいので、とりあえず大学に多分受験勉強してるところは大学に行きたいなと思います。それを今頑張ってやるのがいいと思いますよ。ご自分で結構ちゃんと勉強してるっぽいので、とりあえず勉強いっぱいしてください。もっとね、広いいろんなジャンルのことに触れられたらいいんでしょうけど、まあ、通信制高校、まあ、家庭の事情とかいろいろあると思うので無理を言ってもしょうがないので、でも勉強できてるんだったら多分、しかも興味がね外にいろいろ向いてるので他のこともちょっと身につけとこうかなみたいになってる。それでも大学入ってからでも全然できますから、まあ、若いうちにできてやるに越したことないんですけど、大学入ってからでも大丈夫なので、とりあえず1個目の目標を解決するべく、うん、受験勉強してみたらどうですか。その後でも大丈夫ですよ。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね、なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あといつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。ああでも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね色褪せないんで、辛くなっても あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ね、どっちか あの時したきゃ良かったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてるそういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあ、こういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ。で、知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか。
考え方が同じ友達がまずいるんですよ、選択肢として。で、考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよ。その真ん中なんですね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。息子が全く実家に帰ってません。カズさん実家に帰る機会ありますか？私もね、全然実家帰んないんですよ。実家が近いとね、全然帰る気にならなくなっちゃうんですけど、もちろん会いたいと親御さんだったら思うと思うんですが、多めに見てやってください。若者はね、目の前の娯楽にどうしても飛びついてしまうんです。許してやってください。少なくともあなたのことを、親御さんのことを忘れてるわけじゃないので。最近笑ってないので大喜利アプリやボケるアプリを使い始めました。最初は楽しかったのですが、自分の渾身のボケにいいねがついたかどうかの方が気になって、今や全く笑えません。他人からの評価に振り回されず人生を楽しむ方法はありますか？その最近入れたアプリっていうのをアンインストールするのがいいと思います。そうするとそのアプリのいいねの分からは、振り回されずに済むと思います。あれ大喜利アプリボケてとかってさ、見てるだけで笑えるから別に投稿しなくてもよくないですか？笑いたいってことですもんね。だから投稿をやめるのがいいんじゃないですか？学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか？学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるんで学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わらないんじゃないかなと思いますね。報われない努力はないってよく言いますが、言いません？私は現在あることに十分努力したけど結果は出なかった状態です。これは努力が足りなかったということなんでしょうか？いやいや違います。そうですね、それとも上記の言葉に語弊があるということなんでしょうか？はい、報われない努力はないって言ってるやつは、めんどくさいやつなんで、そんなやつを付き合わない方がいいですよ。大抵報われないです。だ、努力したことに価値を置きたがる人はいるんですけど、努力は努力であって過程と結果は別に関係ないので、努力の大小は別に関係ないです。何も努力せずに成功する人もいるんですよ。努力したから結果が出るって教えは人をダメにするんで、やめた方がいいと思いますね。怒っているつもりがないのにそんなに怒らないでよと言われてしまいます。友達を押そうと言われますが少ないです。自分の思っている自分と他の人から見えてくる自分の差を感じると、人と話した後や友達と遊んだ後などに楽しかったかなと言い過ぎてないかなと不安になります。どうしてこのギャップが生まれるんでしょうか？自意識と対意識の違いなんだと思いますけど、常にね、自分の顔が見えてるわけじゃないから、まあギャップは生まれると思いますよ。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。直感的にこの人苦手なと思う人って、相手も同じことを思ってるなと思います。こういう人とはどのように関わればいいですか？いや、苦手なんだから関わらなくていいじゃないですか。相手も苦手なんでしょ？なんでそんなマイナスマイナスの関係でよし関わっていこうって思うのか。距離取ろうでしょ、普通に考えれば。髪の毛どれくらいの頻度でブリーチしてますか？プリになってるところ見たことないので気になりました。いや、結構プリになってます。でもそういう時意外と気づかれないものです。仕事で周りの方に地頭もいいしよくやってくれると褒めていただけますが、自分では本当にそう思ってないし気持ちよく受け止めることができません。自己肯定感が低いのが悩みです。どうしたら自分に肯定的になるでしょうか？地頭がいいって言われてるってことは、多分それはもう何でもない言葉なので、今日いい天気ですねぐらいの言葉なので、そんなに褒められてないと思います。そんなか肯定感を高める必要もないんじゃないでしょうか。世界史に出てくるカタカナを正確に覚える方法を知りたいです。カタカナなんかあんなん適当につけたんだから覚えなくていいと思います。ただまあ世界史のねテストで出るから覚えなきゃいけないんですけど、雰囲気で覚えるのがいいと思います。エカテリーナ2世なのかエカテリーナなのかエカチェリーナなのかとかすごいあるんですけど、どっちでも大丈夫ですよ。まあ点数欲しいってなったらね、ちょっと重要なんですけど。芸能界で優秀だなと思う方は、山里さんとバカリズムさんと、若林さんって、僕は結構こういう質問の時は毎回言ってますね。このお三方に憧れてる。一番最初芸能界入る時憧れたのはもう上岡龍太郎さんなんですけど、その後憧れの対象として見てるのはそのお三方ですね。あと最近
あ、この人は憧れるなと思ったのが小倉智昭さんですね。特ダネの最終回の最後、スタッフロールの中でカンペも何も見ずに今の自分の気持ちを言うこともなく次の番組に番組の展望と期待とそしてスタッフのねぎらいの言葉をあんだけ縦板に見てさらさらと喋れる人って日本国内探してもなかなかいないと思うんですよね。73歳という年齢も関係なくあれだけ喋れる人ってやっぱすごいなと思いますし、憧れましたね。憧れるのが遅すぎたなと思いますね。自分の感情とか自分の知識を喋るのってすごい簡単だと思うんですけど、誰かのことをもんぱかったことをさらさらと喋るのってすごく難易度が高いんですよね。それをあれだけできるっていうのは、ああさすがプロの喋り手さんだなと思いましたね。おこがましいですが、人からすごいとか羨ましがられるとか尊敬されないと自分の人生って価値がないなと思ってしまいます。立派な仕事をしているわけでもなく独身でこの先生きてて肩身狭く感じそうです。私の考え方って生きづらいですか？私の考え方って生きづらいですかってのは私に聞かれても困ります、はい、あなたが生きづらいって思ってるってことなんですよね。この文面から察するに、いやそれはもう頑張って、じゃあその欲求を満たすものになるしかないと思います。人ってなんで生きていると思いますか？愛されるために、それともなんとなく生まれてきたから生きるのでしょうか？だこういうどうでもいいことを考えられる余裕があるのはもう生きててよかったって思いますよね。哲学ってやっぱすげえ難しいんですけど、ちゃんと理解できてない生病法の哲学ってすっごい楽しいんですよ。なんか考えた気になれるというか、なんか高尚な時間を過ごした気になれるん でこういうことをなんで生きてるんだろうとか考える必要が全くないことを考える余裕があるのってやっぱ幸せだと思いますね。生まれてきてよかったと思いますね。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。あーなるほど、文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね、しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったりいろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか？文章つながってる？大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと？同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか？ルービックキューブとかああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。あ、許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。私の周りには苦手な上司や先輩がいます。生きていく上で苦手だと感じていても一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますが、メンタルの弱い私はそのような関係が余計にストレスに感じてしまいます。苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすれば良いでしょうか？苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですね。ってことは多分それは向こうも一緒なんですよね。向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない、多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよ。なので、メンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけど、どうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら相手にも嫌な思いさせた方がいいと思います。その方がその時間楽しいんじゃないですかね。相手もね多分嫌があると思うんですけど、でも相手もねその一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので嫌なことのやり合いをしてください。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。読書を習慣化させるいい方法ありますか？
これ最近見つけましたね、まあ、どうしてもやっぱ本めちゃくちゃ買っちゃうんで僕も積読しちゃうんですけど、あの全部今本を玄関に置いてますね。家出入りするたびに朝外仕事行くときとか疲れて帰ってきてるとき必ずもうドア開けると本があるんで読まなきゃっていうバイアスがすぐかかりますね。スイッチが俺何やってんだって毎回そのげんなりするんで必ず出かけるときに本パッて取ってそれ持ったまま歩いてるんで移動中とか開かざるを得ない状況にしてますね。ただそこまでして本って別に読まなくてもいいんで情報源としては別に何でもいいっちゃいいんですよね。子供の自己肯定感を上げるのに親ができることは何だと思いますか。わかんねえな。簡単な課題をいっぱい与えることじゃないでしょうか。予備校に通ってる JK です。 JK 女子高生ってことですよね。花目純じゃないですよね。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。あ、好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど多分どこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいのでいっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとどこにでもいるってことを認められないまま人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうのでやっぱそれをねいっぱい経験しておかないと誰かを好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛ってすげえ簡単なことなんでそんなに人生のキャパ取られるようなものじゃないんでまた好きになったなぐらいで過ごせるようになるまでいっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はお金払って通ってるんで授業に集中した方がいいと思いますね。子供ができて夫と仲良しでいられる方法を教えてください。なんかもう破綻しそうな匂いがすげえしますけど一回話し合うのがいいんじゃないでしょうか。その場限りの友達しかできません。学校では一緒にいるけど休みの日に会ったりはしない。どうしたらもっと深い関係になれますか。友達ってそういうもんなんじゃない。休みの日には休みの日でみんなやりたいことあるでしょ。友達以外とも過ごす時間はあるのでいや深い関係にならなくていいと思いますけど。てか学校でも接してるなら十分深い関係な気もしますけどどうなんだろう。どうしたらもっと深い関係になれますか。今深い関係になる必要がない人と無理やり深い関係になろうとしても、ね、相手も迷惑なんで今少なくとも周りにいる人とは深い関係になれないんだと思います。もしかしたらいつかそういう人ができるかもしれないですけどできないかもしれない。今までできないなら多分今後も深い関係になる人はできないかもしれません。相手も深い関係になりたいと思わない限り深い関係にならないですもんね。でもそれでいいんじゃない。どうしても必要かな。なぜ最後には死ぬのに生きているのでしょうか。最近そればっかり考えてしまい不安や恐怖で頭がいっぱいになってしまいます。最後が死ぬかどうかと生きてるってことにも関係ないと思うんですよね。楽しいことがあるじゃないですか。そんな時って死とか別にどうでもよくないですか。美味しいものを食べて美味しいって思うことと最後が死ぬことって関係ないじゃないですか。生きてるってことと最後死ぬってことはあんまり関係がないと思います。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというのはやっぱこれまた別の問題なんでね。イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。マインドフルネスとか流行っていますがそれ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね。こういう質問が来るってことはその本を別に理解しなくてもマインドフルネス、まあ、僕もざっとしか読んでないんですけど別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいからざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですがその後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。課題も進みません。
私は息子の将来に大きな期待はなく、あ、そう、生活している、していける職業につき幸せに暮らしててくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げてはやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るので、どうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり、今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時に、やっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんな同じレベルなんで、進学校ってやらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれでも全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼれるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いや、もう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。お母さんなんで全く勉強を理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはあのしょうがないことなんで、多分な、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張んなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。差があってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おお、結構したっすね。今彼女はいないようですが、好きな子はいると話してくれてます。ああ、じゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど、お姉さん的な人だと思ってますって感じる場合って往々にして何とも思ってないケースが多いので、今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも、男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいと思うのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないので、ちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。大学4回生で授業も少ないですが、少ないからこそ多摩の学校がめちゃくちゃ面倒くさいです。暑いし、大学受験の時の学力とやる気取り戻したい。わかるわ。そうですね、毎日あるめんどくささよりたまにあるちょっとしためんどくささのが絶対めんどくさいですもんね。わかるわ、大人だな。こんな共感呼ぶ文章こんなところで書き込んだらもったいないよ。別の SNS でなんかバズるように書き込む術を身につけた方がいいんじゃない。これすごいいいこと言ってるからさ、この意見をいろんなパターンでちょっと発信してどれがバズるか試してほしいですね。いや、言ってることだってすごい正しいもん。でも受験の時の学力とやる気はもう取り戻せないと思って生きていいと思います。みんなそうなんで。一人暮らし、ソロ活動が楽しすぎて結婚したくないけど老後に孤独死はしたくない場合はどうしたらいいでしょうか。同じ気持ちの人が多分いっぱいいるんで、ここで募集したらいいと思います。高校2年生の息子は英語科学年最下位です。我が家は仕事の関係で日常的にアメリカ人と過ごしているんですが、なぜか外国の文化に対して向上心がないのかさっぱり分かりません。ちなみに古典も激しく赤点です。何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。これはどういうことなんですかね。英語は学年最下位で古典も赤点ってことは、他の点数もそれ相応に低いのか、それとも他のはめちゃめちゃ高いのか。ただ他の、例えば数学がめちゃめちゃ得意とかだったら先に、まあ、どっかでそのことは触れてくれると思うんで、全体的に低いんじゃねえかなと思います。
日常的にアメリカ人と過ごしているからつって別に外国の文化に向上心興味向かないのは自然じゃないかな。そのアメリカ人が何ならこの息子さんにとって腹立つやつが多いんじゃないですか。アメリカ人って鼻につくなって思ってたら英語なんか絶対勉強したくなくなると思うんで、悪いイメージ持っちゃってるんじゃないかなと思います。二十歳です。人が怖くて働くことが苦手です。フードコートや学校での集団行事、バイトなど人がたくさんいるところでは怖くて相手に目を合わせられず手が震えてしまいます。今後30代40代50代となって働かず親の金だけで生活していくのはとても惨めで自分を許せません。どうすれば生きていけますか。家で一人でお金を稼ぐ方法を頑張ってください。集団行動しなくてもお金を稼ぐことはいくらでもできます。本当に苦手なんだしょうがないですけど、でも克服できないレベルなんだったらまあそれしかないと思いますね。大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですが、いい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは結構な人がやってます。どの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのを、それを人にアドバイスを求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないし、そういう引き出しがないと思うので、もっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし、日本一周がでかいことだと思ったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいな、その競い合う対象が学生とかそういう枠組み作ってるのってあんまり良くないですよ。学生お笑いみたいなの流行ってるんですけど、ああいうのも全くそうなんですけど、学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです。同年代でも学生じゃないといっぱいいるし、何でもないラベリングなので、あんまりそういう分け方はしない方がいいと思います、はい、視野が狭いと思います。現役で教員をしています。あ、そうですか。正直毎日12時間以上労働しており、かなりしんどい思いをしています。教員の働き方の現状は改善されると思いますか。あと何年ぐらいで改善されると思いますか。いや、改善難しいんじゃないですかね。本当に先生方はやること多すぎますよね。その生徒の親御さんがそれぞれ教師に求めているものが違うので、やっぱどんどんね、雪だるま式に仕事が増えちゃいますよね。それをやっぱ文科省が決めてくれない限りはやっぱりまだまだ無限に増えていくんじゃないかなと思いますね。あとはこれはもう教員の方の仕事を減らすことになると思うんですけど、今後必要ない重要度の低いであろう科目というのは明らかにあるので、それをやっぱ削らないとね、そういうところをやっぱ合理化しないとなかなか仕事ってのはね、改善されないんじゃないかなと思いますね。本当に無理なさらず頑張ってください。今の生活楽しんでるはずなのに不眠と過食が止まらないのはなぜだと思いますか。今の生活を楽しんでるっていうのが正しいとしたら、枕が合ってないのと栄養が足りてないんじゃないでしょうか。でも過食っていうところでは太ってんのか。まあでも自分でもお気づきの通り、今の生活が本当は楽しくないってことなんでしょうね。人生における勝ち組と負け組とは何でしょうか。え、あともしよろしければ自分を愛する方法を教えてください。勝ち組負け組はうわ難しい質問ですね。まあ、勝ち負けを決めるのか。でも絶対的に自分より負けてる人を早めに見つけた人はずっと勝ち組なんじゃないですか。例えば収入って意味ではベゾスとマスクでいろいろね上下したりするからね、株価の変動で。それぐらい熾烈なわけじゃないですか。そこまでいかないと資産収入って意味では勝ち組っていう層にはなかなか入りづらいと思うんですよ。逆にルックスとかモテるとかそういう意味では、あとは整形とかしてね美しくなったとてなかなか伸びしろってないので難しい。じゃあなんだ、喧嘩がすげえ強い、腕力腕っぷしっていう意味でもなかなか勝ち負け、勝ち組ってだからすごい少ないんでね。そうね、負け組勝ち組なんだろうね。勝ち組とか負け組とか気にしてない人が本当の勝ち組でしょうね。だってどうでもいい言葉ですもんね。この2つの単語、知ろうが知りまいが自分の人生に何ら影響ないんで、そんなことを知る必要がないような生活している人が、まあ、本当の意味で勝ち組なんでしょうね。あともしよろしければ自分を愛する方法を教えてください。なんかで言ってたのが、
自分を好きになった方がいい、これからも長く付き合うんだからっていうセリフがあって、ああかっこいいなと思ったんですけど、結局そうなんですよね。自分嫌ってたらね、すげえ身近に嫌いなやつがいるってやっぱしんどいんで、それよりは好きになった方がいいだろうっていう、その消極的な理由でもいいんで好きになった方がいいですね。あのもう本当に消去法です。自分を愛する方法っていうのはないんですけど、自分を嫌いになると損することのが多いな、だったら好きになっとこうぐらいな感覚でいいんじゃないでしょうか。もう一回人生をやり直せるとしてもカズレーザーを選びますか？全く同じ人生だったら選びます。ただ単純に僕として生まれて全く違う人生なんだとしたら、別に僕として生まれてくる理由がないなと思います、ね、全く同じ人生でもそんなに不満はないです。受験勉強は独学でしたか？独学って何なんですかね。塾は行ってま、予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと、多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか？あーそうね、そういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんで、そうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きていくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力が必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。私は医療従事者です。患者さんの話を聞いていると我がことのように感じてしまうことが増え、自分が同じ病気になる想像をしてしまい精神的に参っています。そういうことあるんですね。こういったタイプは医療従事者に向かないのでしょうか？わかりません。続けたいなら続けた方がいいと思いますけど、で向いてないって思ったところですぐにやめられるわけじゃないんですもんね、うん、そこはまだ折り合いつけてください。無人島に持っていける本を1冊だけ選ぶとしたら何を選びますか？絶対本なんか持っていかないですよね。1個しか持っていけないのに。いろいろあって全日制の高校を辞めて通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では自主性が大切だと言われたのですが、1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか？うわーすげー大変じゃん。どうなんだろう。燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに1回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので、勉強のやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか？いや多分やる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方を持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので。私は結婚してもうすぐ1年になりますが、子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の親に話すべきか迷っています。ほう、いや欲しくないって言うんじゃダメなのかな。いいんじゃない、それ以外あんのかな。11月に留学の選抜試験で、あ、TOEFLがある。ああ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、でもこのままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですかね。とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。やっぱ承認欲求とかそういうのが多いですね。周りのことを気にしないようにとか、いや気にしないことはできると思うんですけど、あんまりいい表現じゃないですけど、村社会みたいなところに住んでたら周りの人数が圧倒的に少ないと影響を受けることとか影響がすごい大きいんですよね。
他者との分断をするのが難しくなるんですけど、ある程度都会人が多いところに住んでるんであれば、逆に孤独に生きるのってそんなしんどくないので、 SNS とか片っ端からやめるのが俺はいいと思いますけどね。誰からも注目されてなければ承認欲求もクソもないんで、意外と楽なんですけどね。いいねは欲しいのかな。で、承認欲求に振り回されがちですって言ってる人には、でもこれ2いいねついてるからよかったじゃないですか。おめでとうございます。いいねを気にしない方法ありますか。でもそれに気にしない方法がありますかっていう質問にいいねがつくんだから、これなんかすごい新しい永久期間が発明されましたね。いいんじゃないですか。なんかね、気にしない方法を提示する人はもちろんいいねはすごいつくんですけど、気にしない方法って何のかなって悩んでる人にもいいねがつくんだから、共感されてんだからいいんじゃないですかね。今後もいろんな共感を生みそうな悩みを周りに提示してほしいですね。悩んでるってことだけでいいねがもらえるなんて、なんかすごい効率的な話だと思いますね。高3受験生なのですが、11月いっぱいまで部活をやらなければいけないのですが、土日も練習で平日も遅いです。両立の仕方を教えてください。やらなければいけない部活なんですか。部活がやめられないってことですか。やめたらいいんじゃないですか。何部なのかちょっと分かんないですけど、部活で自分の受験に影響を及ぼすなんてすごくもったいないことだと思いますね。部員だったり友達だったり、やめたら迷惑かかると思うんですけど、その人たちとは今後そんなに接点はないと思います。同じ大学に行くわけじゃないので、今はかけがえのない友達かもしれませんけど、10年後とかになると全然何でもない人だったって思う可能性もすごくあるんですよ。やらなければならない部活なんてないと思いますよ。平日も夜遅い、いや全然やめた方がいいと思いますね。それが受験でメリットになるというか、その一芸とかもしくは専門的な学部に行くために必要なんだったら、もうやらなければいけないと思うんですけど、それは両立で悩むことないですもんね。多分その部活続けることで得るものってそんなないんじゃないかな。受験の方がはるかに大事だと思いますよ。会社の環境や長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい、精神的に参ってしまって仕事が長続きしません。22歳で転職5回目です。私のような場合どんな仕事が向いてますか。性格的には人見知りなど全くなく、逆に明るすぎる性格です。なのに仕事に行くと静かになり、本来の自分を出すことができません。仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りって言うんですね。だからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思います。この明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で、大抵の人が人見知りです。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか。おい、なんで捨てたいの。いや、これはでも簡単ですよ。やっぱ今多分 お家にいらっしゃるのかな、ちょっと分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったら、その格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんで、おすすめですよ。ナンパはいいんですよ、本当にプライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけど、ガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところだって。かっこよくないじゃないですか。もうどんどんいろんな人に、街行く人に声かけてキャッチするって、それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はい、プライド捨てますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くと、やっぱそういう経験とかしてたりとか、僕の中でやっぱ共通点、ナンパ上手な人はプライドないですね。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。10年以上ダンサーしてますが、ダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで、多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあって、こういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけど、もうダンピングが成立する社会になっちゃってると、誰かが動こうって言ってる間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね。変わんないんじゃないかなって思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって、自分の稼いだお金をトリプルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れて
もう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって、みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな、そういうのはいろんなところにあります。だからこの方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと？先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか。フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですって、どういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょうって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。純粋にお友達になりたいです。いや、こんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すみません。因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや、面白い人なのでその人のことは逐一報告してください。本当に面白いです。この人、その人のことは全部メモって、なんかちょっとでも絵描ける、漫画家志望のねツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです。その人、その人がどうなるか結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、むちゃくちゃ人に嫌われてのたれ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうなその人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人ってのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。